皆さんこんにちは。ハンスの新メンバーの戸田とちみです。同じく新メンバーの新原大輔です。今日はせーのよろしくお願いします。はじめましてなんですよ。ちっちゃい頃から水泳と野球をずっとやってました。高校3年生、野球は高校3年生までやってて、結構本格的に野球をやってました。ちっちゃい頃からそれとダンスしかやってなかったんですけど、ダンスしかやってないので、ダンスのみですね。切磋琢磨ロケです。よろしくお願いします。切磋琢磨で。2年ぶりぐらい。へぇー。バッティングセンターは。教えれるかな120キロ当てるのが目標。当てるだから。あ、当てるか。そうそう。だからそれより低いスピードを打てるよ。最初ちょっと、もうちょっと低いところからやりましょう。ちょっと、満ちすぎます。バッティングに関して。だから、まぁちょっと、そうですね。お互いやりながら楽しんでいきましょう。頑張りましょう。はい。ポイントが、まぁ、じゃあ3つ。3つ。まず1つ目が、持ち方。まず持ち方からかな。左と下だ。おい。左と下で、右手上。2つ目は、タイミングかな。3つ目は、ボールに向かって、グリップを当てるイメージ。ボールがこう来るじゃん。ボールがこう来たら、うん、ボールにグリップ当てようと思ったら、こう行く。なるほどね。っていうイメージでちょっとやってみて。わかりました。人によって違うんだけど。え、どっちから出てくるんですか。あれ。いやおい。惜しい惜しい惜しい。けどタイミング合ってる今。おい。最初なのにね、すごい当たってましたよ。けどこれ100キロで最初からこんな当たるんだったら、多分もう練習したら120とか当たると思うよ。マジ、うん、やばい。うわすごい。これ遅いから打ってみ打ってみって、打てるわけないじゃないですか。まずドムが速かったよ。早っ飛ばない。だから120キロを頑張って、マシーンがあるそう、ね、ちっちゃいネットの上を、うん、まあ、3本ぐらい打てるように頑張ろう。3本ね、うん、頑張る。あー違う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 の違うの。あーい、いったくない今。1いったよ。よし、危ない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 。くる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 。おい、いいよ。けど今の1本いい。今の1本一番良かった今までで。いい時はこっちがこうなってない。こうなってるからこっちに。ああ、なるほど。ああ、いける。なるほど、いける。頑張ろう。いけるよ。はい。当たりだした。
めっちゃ僕楽しかったし、てか何だろう、何よりも打てた時に気持ちよかったですね。企画達成です。イエーイ、頑張りました。やったーやったー、いきましょう。ありがとうございました。飛ぼ飛ぼ飛ぶ次こそせーのシュッ、体育側で気合い入れて着替えてる。踊るんですから、あんなチャレットした格好ダメですよ。振りを考えてきたんですよ、かずみくんのためにオリジナルの曲のサビ部分はやって、あともうちょっといけたらいいなぐらいの感じです。サビを踊るのがどれくらい難しいのかっていうのがまず分かってないからバッティングの時はもう死ぬほどお世話になったのでここからはもう僕が頑張りたいと思います。頑張りましょう。はい、一番最初、はい、さっきのです。ワン、内回し上、右左右フォロー、はい、うーん、イエスイエスイエス、はいはい、からここ落としの、落としの、はい、するの1回3回、はい、だだ、だだ、やばいもうやばい。ここ、いけるかな、行く、振り返る、行きたい、行きたい、オッケー、やろう、じゃあダンサーっぽいし、いやー、むずい、全然やった。これが B メロ、まだ。はい。でもね、次はめっちゃ簡単。ね、これさ、合戦と釣り合ってなくない？絶対違う、僕も結構、ね、あれ頑張ったよ。頑張った、頑張った。だって、野球未経験者が120キロ頑張ったから。うわぁそうだね。最後、無言で頑張った。そう、無言で頑張ってたから。全然無言で大丈夫。すごい言われるんだよ。立ち姿でさ、俺こうする癖がなんか。あるね。こうやって、すぐこうやって、うん、なんかリュウソウジャーが出てるから出ちゃってるから、前がいい。左肩ちゃんと前に出せばいいだけ。出過ぎたな。先生がいい。マジで。これからずっと先生。多分メガネさ、めっちゃとすごいベテランの人とかだったら、こんな言えないと書かれたりする。ああ、楽しいか。ちゃんと聞きながらやってくれるから。お疲れ様でした。いやめちゃめちゃ僕は楽しかったです。本当に良かった。楽しくて、てかもうただただ楽しかったです。なんか旅行してる気分でした
まあ最初バッティングの時もバッティングの時から野球とかさ全然やってない人からしたらめっちゃ難しいのにさねいきなりボール飛んできてバット振って当てんだもんね、あのしかも120キロ最後の方とか目がギラギラしてさなんかそういうところあなんかすごい可愛く見えるけどそのそういう男らしい熱い部分を持ってるんだなってのも、まあ、大輔の部分新しい一面というかまあそうやってなんかいろいろね2人のお互いを知れて、まあ、初対面ながらもこうして最後もあのダンスをですね、はい、ありがとうございました。いえいえとんでもないですありがとうございます。すごいハンサムで絶対これは使う部分だからダンスは確かに。だからこうして、まあ、新人としてこういう企画をやらせてもらって、まあ、大輔にダンスを教えてもらえてなんかすごく僕もためになったし何よりなんか高校野球ぶりの青春味わってすごいやっぱ一緒にいて楽しいんですよね。お互いが本気になる瞬間っていうのはすごいこの2人の中で熱い時間がこう流れてる感じがしてすごいいい時間だったなって思いました。素敵な時間でした。あとはまあみんなと一緒になってかな。みんなと一緒にこう多分僕たちも混じってるんで楽しみにしていてください。はい、お楽しみにしてください。それではさよなら、せーのバイバイ。